礼拝を始め前にお願いがあります。携帯およびお文字の方は、電源をオフにしていただくか、マナーモードの切り替えのご協力、シャッター音しない状態、音が出ない状態のご協力をよろしくお願いしています。また貴重品は各自管理の上よろしくお願いいたします。それでは2016年12月18日東京アンティオケ教会私立第三礼拝を始めてまいります。最初にお祈りいたします。恵み深いする天の様、皆をあがめて感謝いたします。主はあなた、この第三礼拝お一人一人をこの教会に集めてくださり、私たちが主の前に賛美と礼拝を捧げる恵みに預かりますことを心から感謝いたします。どうぞ主よ、あなたが私たちが礼と誠をもって主を礼拝できますように導いてください。また集まりましたお一人一人にどうぞ主よ、あなたが必要な御言葉をお与え導いてくださいますように心からお願いいたします。これからの礼拝を心から感謝します。最初にあたり尊きイエス様のお名前によって感謝しお祈りいたします。アメン。それではまず礼拝をもって主を礼拝してまいりましょう。それでは、私になる方はどうぞお立ちください。共に賛美を捧げてまいりましょう。どんな困難の中でもいつも笑顔絶やさないで、たゆむことなく歩き続けてここまで来たのに、立ちはだかる熱い壁に心が折れそうに、そうなら思い出して一人じゃないこと、 Don't worry、 元気を出して顔を上げて、恐れるものは何もない、神様が共にいるから、だから諦めないで、 Don't worry、 元気を上を向いて、失うものは何もない、祈りは天に届いてる、だから元気を出して。2番を賛美しましょう。土砂降りの雨の中でも吹きつける嵐の夜も、心の中を照らし続ける光があるから、どんなに負け続けたって戦うことをやめないで、約束された圧倒的な勝利を見るまで、 Don't worry、 元気を出して顔を上げて、恐れるものは何もない、神様が共にいるから、だから諦めないで、 Don't worry、 元気を出して上を向いて、失うものは何もない、祈りは天に届いてる、だから元気を出し、 Don't worry、 Don't worry、 元気を顔を上げて、顔を上げて、恐れるものは何もない、神様が共にいるから、だから諦めない。
通り元気を出して上を向いて失うものは何もない、祈りは天に届いてる、だから元気を出して春よしを讃えましょう。状況に振り回されることなく、私が与えたこの言葉を最後まで確信を持って握り続けていきなさいと主はされます。その言葉はあなた方を励まし、また導き立て上げていくと主はされます。さらにこの祈るべき祈りというのを祈り切っていきなさいと主はされます。その中で確かに備えられている勝利を見ると主はされます。日々の生活の中においても聞き従うこと、また御心のみをなすという事柄を熱心に求めていきなさいと主はされます。これからあなた方がなす技は、神の技は非常に大きなものとなると主はされます。それでは、もう一度賛美を捧げてまいりましょう。
ましょう。愛する天のお父様、この賛美の時をありがとうございます。また預言の言葉を感謝いたします。朝の通訓礼拝豊かに祝福し導いてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。はい、それではお祈りの時をお持ちしたいと思います。それぞれお一人お一人で使徒の交わりお祈りの時を持ってまいりましょう。お祈りはそれまでにしていただいて、再び賛美してまいりましょう。それでは主の祈りをお祈りしたいと思います。初めての方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさしたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではパウル秋元牧師に導いていただいて聖餐式を行います。
聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもイエス様を信じ洗礼を受けられた方、また望んでおられる方々にはこの式に来られることをお勧めしております。またインターネットで、この礼拝に参加されておられる方々の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々もぜひこの式に来ってください。インターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意して参加してください。お祈りします。天の父はこのパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。私一人一人に恩恵と恩知の恵みを表してください。イエス様をお名前によってお祈りいたします。アメン。しばらくの間共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様をお名前によってお祈りいたします。アメン。イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた、これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。クロス様、この聖餐の御御をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
生産の恵みを受けたと私たちの方から神様に感謝の捧げ物の時をお持ちしたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。恵み深い愛する天皇様、皆をあがめて感謝いたします。主よ、あなたから日々いただきます恵みの一部でありますけれども、今捧げました、お捧げしましたこの献金を、あなたが神の御用のために30倍60倍100倍と大きく増し加え用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げられましたお一人一人の健康を祝福し、また経済をも祝福してください。さらに多くのものを主の前にお捧げする恵みに預けますことができますように導いてください。この献金を心から感謝いたします。イエス様のお名前によって感謝しお祈りいたします。アーメン。それでは、メッセージのための聖書をお開きしたいと思います。本日のメッセージの聖書箇所は、ローマ人への手紙8章28節になります。ローマ人への手紙8章の28節になります。新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約の302ページ、2版をお持ちの方は新約の277ページになります。ローマ人への手紙8章28節、それでは拝読いたします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。今お読みしました聖書箇所から特別賛美、しばらく賛美の後にメッセージをパウロ秋元牧師に取り付いていただきます。